まあ、今回でプロイセンは平定されるんでね、敵やっぱ農民が多いのかな、最後の抵抗みたいな。でこのゲーム一貫してね、ムービーの時って、まあ、ヘルクスの、なんだろう、カタリク朝で進むので、彼が歴史の敗者ですけど、まあ、勝者であるドイツ騎士団の展開をねプレイヤーがやってるみたいな感じで示そうですね。お、食料じゃん、いいね。これは持つゼロですけど、祈れないですからね。まあ、あの別にすぐね消えるわけじゃなくて士気が下がっちゃうので、これでね、あれ増えてマイナス、全部、これ全部か。 A はありますね、 B もあって C もあって D もあると。なるほど、どうせマイナスなら雇うか。なるほどね、行きますかね。じゃあね、こっちから行こう。こちらいるんでね、ここは任せましてね。アーマーつけて、敵がなんか脇から来るんで脇の方から行きましょう。お、これプラス9ですけど、これ使ってプラスなんでね、どうにかならないかな。維持コスト下げないとどうしようもないですね。とはいえ弓が欲しいんですよ。まあ後々ねカタパルトも作り直しますけど、今じゃないかな今だよな、作るなら T90 ね。まあ後でいいや。ここで合ってるか。あ、切れちゃう切れちゃう。これね切らしたら終わりなんで使い続けないといけないですね。まあ、味方が残ってるんで全軍で動けってことですよね。13、あ、確か裏にいたんですよね。進みながら弓を進ませて騎兵ねもう、まあ、動く感じでいきましょう。まず歩兵を当てて、その後弓を当てて、最終的にね騎兵を当てると。まあ裏突かれたりしたらね。で次はカタパルト護衛する部隊がいると思うんで騎兵で守りましょう。あ、くそ、焼くか。いや、よくないね、騎兵は残そう。ここまで行っちゃうくないな。まあせっかくなんで焼いて帰ろうか。ここにいればいいや。神は配信者の運命を決める権利を私たちに与えたと。もういいかな、マイナスですね。使ってマイナスなら普通に良くないですね。よし、行こう。あ、いたねあれは後でしょう。ここ一番でかいんでね。でも横から来る可能性があるから、あ、まずいね。よし、ここに置いていきましょう。お、敵じゃん歩いた、あえてくるんですね。まあちょっと消耗しましたけど、ここで罠をね少し置いていって、まだいそうだな。罠からの罠ですね。これすぐ疲れないようにして、まだ、これ飽きてる来てる、いいよ。この辺かな。よし、後ろから行きましょう。あ、結構いますね。焼くかあいつらから来るまで焼いて待ちましょう。まだだね。
ここ撃っちゃおう。建物的にガードのタワーはないので、この辺を撃てば大体消えますね。よし、待とう。罠はあるので。あ、来た来た来た。ああ、いいですね、経験値になるね。かっこいいですね。さあ、まだかな、援護待ってますね、今ね。あ、来た来た来た。もうちょっと前だな。もう落ちそうですね。撃ってる。お、よし、敵も動くでしょうね。食料があるので。お、見えて見えた、弓いますね。これはね、一回騎兵をずらして、歩兵で突っ込んで、まあ敵がこれで動くと結構いるな。これ裏から突っ込んでいくと、まあ引けばいいや。これまあちょっと横疲れますけど、しょうがないですね。もう一回来ればいいんでね。あー、ちょ、コンラット一応ね、危険ですので引いていただいて、まあ、あとはね、まあ、有利ですよ、こっちが。見ましょう。かっこいい、やっぱ騎士がね、いいですね。虐殺ですね。うわ、このね、水がちで染まる感じいいですね、まあ、こういう表現好きなんですよ。まあ戦争、おお、何だ、後ろから来たぞ、なんか。どういう状況？あ、休んでいいよ。引いてはないか。ちょっとこれ、部隊をね、集めらんないんで、ちょっときついね。途中で引かせると、来るまでにすげえ時間かかるので、どうしようかな。弓とかを一回引かせたいですけど、呼んでくるか。呼んでこよう。余分で引かせないですね。だ、今休憩させるくらいかな、せいぜい。こっから敵来るっぽいですよね。あ、撃ってる撃ってる、いいよ。ちょっと前行こうか。一回休憩しましょう。歴史のページから貴様を消し去る。いいね、まあ、つまり勝者の歴史にね、刻んでいくと。あんまりこのプロイセン放棄の資料とかも残ってないみたいなんで、まあ、このゲームはね、なんか残っている少ない資料からこういうストーリーを組み立てるみたいですけど、すごいですよね。ヘルクスはね、実際するんですけど、ここまで戦いをね、ストーリーとして作るのはすごいですね。来てるかな、来てるね。これずっと来るなら騎兵を一人構えておいて、こっちきついよね。ちょっと、あ、でも、まあいいか。焼いたね、全部。よし、ではね、回収しよう。食料途中で回収しながらね、進んでいくと。一回前に上がろう。ここら辺かな？湿地帯なんで集まった方がいいよね。こうして弓もね、じゃあどうしよう、2かな。
3、4、4なしか2で、ここで弓がいるので、中距離に弓、遠距離からカタパルトと援護ができますね。これなんならさ、これこっから敵いんのかな、こうやって撃てばいいですよね。これも別になんもないね、この辺とこの辺。いないですね。行くか、突入して押さえて、あ、いるね。これも行かせますか、騎兵も行かせましょう。結構いますね。あ、そうか、倒してない部隊がいるからか。撃っててこれですね。危なっ大丈夫かな、そっから逃げて。ギリギリちょっとこれはね、勝つまで残りたいな。引くなら完全に引くしかないですね。あとちょっと弓、あとちょっとですよ。スキル使って連射するか。誤射の方がすごいな。敵倒せてんのかな騎兵ずっと戦ってくれてますね、裏でね。まあということはね、引くわけですよ騎兵はちょっと残して頑張ってもらおう。逃げ切れないかな。あ、ギリギリ来ましたね。騎兵ちょっと残して、あいつ絶対多いよな。これはあれ捨てて逃げた方がいいかな。どう考えても持っていけないですね。飛行作ろう。そしていや、味方がね少し曲がってくれればね全然いけるんですけど、まあこれで横からやったんで次中央から行こう。クロス防兵いらないですね今回は。今めちゃくちゃ誤射しましたけど、次は大丈夫ですね。これ多分持っていけますね。カタパルト前線に持っていって、殺害するが、ね、部隊キルが遠くなので、多分ここはいないかな。破壊していきましょう。ちょっと待ってよ。あれは守る建物だよね。カタパルトで破壊しよう。また歴史からねこの場所を消し去っていくと。いえ、鍛冶、あ、鍛冶あるんですね。これ壊せばアーマー着なくなるかな。それ期待ですね。到着したんで破壊して、まだかな、待ってるんですけどね。あ、撃たれてるね。無駄に死にたくないな。逃げの回復ですね。
た来た来た、あれこんなに射程ってないっけ。あー結構遠いかな。舞台増えましたね。もうちょっと雨降ってるから効かないのかな、あんまり。燃え切った燃え切った、よし、これで燃え尽きますね。ちょっとやられそうだな。お、戦ってる、まあ、農民ですよね。騎兵裏に一つ残せば十分ですかね。多いな。あ、でも騎兵持ってきたいな。この辺にしますか。雨降ってる以上多分効かないと思いますけどね。全然全員でなんとか。よし、あ全然勝てますね。いけ、いいね。なぜ気づいてなかったんでしょうね。あ一撃で、お、全て燃やし尽くせと。これはキルに含まないよね別に。頑張ってますね農民もね。あいね、血に染まっていきますね。この感じですよ。やっと終わったか。お、食料ですね、回収していきましょう。あと奥にいるだけですね。一応破壊するがあるので全部壊さないといけないんだよね。これもあれもか、お願いね。こっちどうにか焼いていきましょう。あとこれか、ベルフリー、こっちもちゃんとやりたか確認して、うん大丈夫ですね。うん大体これはいいんだよね。大丈夫こいつ。まあ農民か全部。圧倒的ですね。たった5人ですけどね、来たる敵をすべて倒していくと終わりましたね。休憩しますね一回ね。次今部隊もいますしね、それらを殺していけば終わりですね。この先すぐかなので、まあこれでこうまず範囲攻撃していくと。脅す、うわすごいな。さすがにすごいですね。あここ、この辺は撃ってるんで当たるんじゃないかな。集めて弓がね、誤射しないように、横の方から、まあ、でもこの辺通れるんだよね。動いて部隊を分けながら行きましょう。結構ねいると思うんですよ。あなんか減ってない？いいよ、この辺まだいるってことだよね。一回ちょっと終わるんで、それが、一回設定し直したら行きましょう。で、これもね終わっちゃうんで、ちょっと万全にしてからいきますね。あ見えた見えた見えた、やつら倒れ忘れ去られるだろうと。
突撃してコンラッド、いつものね高速ダッシュですね。まあ、これで敵を誘い出してから騎兵などを使っていくと。いましたね。これまあ敵を弱くしていきますかね。脅しで裏からこうついていくと。終わった。お、騎兵対騎兵、いいですね。まあしかしね、こっちナイトですからね。いやーかっこいいね、今回ナイト大活躍しましたね。途中失いましたけどね。でも失ってね良かった気がするんですよね。あの呼べる部隊でナイトが一番食料を使うんですよ。20、他の部隊の2倍から、カタパルトの5倍あるんで、逆に失って良かったのでありますね。まあそのおかげで後半は安定したかなと。あれ含むんだ、キル行っちゃいますか。こっちいないもんね。あ、4増えた。あ、増えたね。ここちょっとさ、ひどくない？この殺戮のね、後ですね。まあ、だからこっち見ますかね。あと、上の2つか。さあ最後はコンラッド視点で焼いてないですね。焼いていきますか。さあ落ちましたね。でこちら、あ、ちょっと苦戦してる、さすがにね。あとこれで最後か。すべて完了したと。Showing these pagans the holy light of God was a mistake. Instead, we will bring our brothers and sisters here, granting them the lands from the infidels. まあ仲間をここに連れてきて与えようと。プロイセン平定ですね。お。さあプロイセンは陥落しました。さあ戻りましょう。アウトロ、あ、終わりのムービーですね。 I was told my fellow tribesmen of Litzbark fought well, but such things only matter for those who still hold honor in high regard. We were worn down by the order, unable to regroup and strike back. We flexed our muscles until they were sore.But the night's reinforcements were never ending. The harsh truth is that every unsuccessful revolution brings not only death to its apologists, but to the common people as well. It was no different with the Order. As soon as they established authority over us, they began to displace my fellow Prussians. With our houses burnt,Children and women taken as slaves. We lost what was most important to us. Our home.
And with my death, dies the testimony of our people. No one will hear me out. No one will lend me their ear. Just as history is written by the victors, the defeated are cast away into the darkness of yesterday. さあ、いいエンディングでしたね。さあ、今回、まあ、続けてね、ドイツ騎士団編をやっていきましたね。まあ、最後もヘルクス視点で、まあ、敗者の視点で語られましたね。まあ、ドイツ騎士団によるプロイセンの平定の戦いを描いた、ストーリーでしたね。まあ、ドイツ騎士団この後もね、他の勢力、リトアニアとかと戦っていきますけど、ポーランドとかとね、まあ、とりあえずこのストーリーで終わりましたね。平定した、まあ、残虐な行為もしつつ平定したと。ヘルクスね、こう横にいますけど、最後はね処刑された終わり方でしたね。いやー、まあ、ちょっと苦戦はしましたね、ゲーム的にはね。いや、面白かったですね。まあ、ドイツ、まあ、ゲルマンですね、使っていきましたね。今んとこね、ウルフ・アイアン・ビアードもやったので、アングロサクソン系もやってみようと思いますね。そうですね、まあバイキングとアングロサクソンはまあ同じね時代というか、まあ、敵同士で、この場合バイキングと戦えるんで、エドワード残業とかねやってみようかな。まあ時代変わりますけどね。ドイツ騎士団が13世紀で、最初のやつが8世紀で、これがね11世紀ですね。まあ、少し時代は変わっていきますけど、まあ、次回はアングロサクソン系をね進めてみようかなと思いますね。